人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとセガサタンと40代プレイということですね。今回プレイするソフトはマリア君たちが生まれたわけになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。ここはこのゲームはですね、1997年アレクサから発売されたアドベンチャーゲームなんですけどもね、昔すごいなんかタイトルとパッケージはすごい見てたんですけど、結局全く買わなかったゲームなんですけどもね、中古ショップで付けたんで買ってみました。完全初見でやっていきたいと思います。しかし時代感じるなぁ、このポリゴン感。特にセガサターンはちょっとね、ポリゴンに関しては若干弱いところがあるんで、余計か、すげえ髪がすげえお世話だよ。すごいね、プロローグから。うお、こっからはあれなのかな、音声ないのかな。看護婦さん記憶喪失とかではないのかな。すごいな、このなんか開業するボタンポツンってなんか音がすごいな。心がマリアなの。おお、つついマリアハーフなのかな。あ、主人公はだからお医者さんってことかな。あと こっちから行こう。新米の担当医なんだ。何それ、なんかなんか事故かなんかでかな。陶器のかけら、自殺未遂ってこと？うん。こう。うん。まあだろうね。これだいたいこういうのは何、みんなでブレイクって、ほほう、このエドリアの、お、すごいやるね。それだけロマンス始まるのかな、この二人で。どうなんだろう、始まったらいいけどな。ほう、スイルとかするのかな。まあ、こう、もらあるかもしれないの、それは。
早くも数日経った。お、コードの報告なんだろう。多重人格症かなんかかな。なるほど。怖っ。なんか顔おかしくないあれ。そのあれかな、そうこういろんな人格を持ってるけど、その本体である人格はそれを認知してるってことかな、もしかして。嘘つきの不良少女。ほう。権力とか好きそうな感じの顔。注目浴びたい。なんだそれ。怖っ、この人の顔。強制してるのが一番ですよ。もうなんか出てくる登場人物の見た目が全部サイコパスだな。これだけだよ。このゲームは売れねえだろうな。でもこの手のゲーム多かったんですよね、当時ね。本当にすげえ覚えてますよ。ちょっとこう一部分にポリゴンを一応採用するっていうね、いわゆるやっぱハードの性能を生かすために。やっぱそうじゃないんですよね、ゲームソフトって。ソフト の性能限界をとか特性だけを生かすのがやっぱりゲームじゃないなって最近特に思いますね。創意工夫によって我々をねが面白いと思うものを作っていただければ、本当にいちいちこんなポリゴンをとか CG とか使う必要ないと思うんですよね。内容触れてなかった。うん。あ、自分と？あ、自分もそうなんだ。へえ。なるほど。いない。じゃないのか、びっくりした今。いないのかと思ったよ。
ほう。へえ。動き出すんだ。へえ。夢中に頭が来た来たぞ。違うのか。いやいや、そこでいなきゃ。なんかだらだら長いなこれ。そうなんだ。分析されてる。うん。ほほう。まあそれはわかりますね。なんかそういうのがあるっていうのは。ほう。ありそうだな、そういうの。思い出しませんか。本当にこのゲーム予算なかったのかって感じますね、この絵の感じ見てると。透明ばっかりだし。僕でした。ご両親は随分前に亡くなられたそうだけど、その時のことを何か思い出せない。おお、CG になったやっと。落ちた。落ちた。バラがどうかした。で、今の話なんだけど、ハハもうコメディじゃんか。あ、変わった。マリアちゃん、久しぶりに出てきてみれば、なんだか辛気臭い部屋だな。マリア、あんたが先生か。マリアが随分世話になってるみたいだね。それには礼を言う。これが人格か。でも一つ忠告しておく。こんなつまらないセラピーで僕の、いや
マリアの過去に首を突っ込むのはやめな。おお。僕って君は誰？余計なお世話だよ先生。あんたには関係のないことだ。いきなりキャストだったよ。いきなりなんでこんな感じになるの？なんかテレビの1話目見た感じなのかな。びっくりしたわ。どういうことですか？なんでいきなりエンディングクレジットが来るの？これ何、選択間違えたってことなの？これなんすか？どうなんだ、どっちなんだろう、気になるな。あ、続くなった。よかったよかった。要はテレビ番組風ってことね。はい、というわけで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。マリア、君たちが生まれたわけ、いかがだったでしょうか。いやー、なんかダサくっぽい匂いがすごかったですね。ただ君たちが生まれたわけってことですから、多分この主人公のお医者さんの過去もなんか関係あるんでしょうね。まあ、プレイできてよかったです。またね、シカサタンソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントが嫌だったらグッドボタン、高評価をしていただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。